皆さん、ポコニャキは。いやあのイラストは、海底神殿に行く時のだね。いやあ私の表情がまた守りたくなるような可愛さだな。そういうセリフを。自分で言うなし。うるさい。で、今日は何をするんだっけ？前回言った通り、今日はとあるトラップタワーを作るよ。で、とあるトラップタワーって何ぞい？ふっふっふっ。アイアンゴーレムのトラップタワーだよ。アイアンゴーレム？そう、これで鉄には困らなくなるよ。この辺りに作っていくね。わかった。村の守り神を餌にするのか。ちょっと気が引けるな。まあまあ、その分、またさらに村を良くしていけるからさ。だったらいいんだが。そんじゃ、早速始めていきますか。失敗したりして。多分大丈夫。かな？とは言ったものの、初めて作るし、他の方の動画を参考にしてるだけなんだけどね。まあ、なんでも最初はそうなるわな。じゃあなしで付き合ってやるわよ。よし、まずは縦18マス、横18マスにブロックを並べていくよ。1マス多かったね。ふう、とりあえず枠は終わったね。そしたら中を埋めていくのね。そうだよ。こういう高いところの作業って怖いよね。ああ、結構落ちたりするしな。いや僕に限ってそんなミスするわ。おっと、何か一言ごめんなさい。素直でよろしい。あれ、なんでそこ開けるんだ？ここは一段下げるみたいだよ。そうなのか。よし、これで土台ができたね。ここからどうするんだ？さっき開けたところの一マス下にブロックを並べていくよ。水流の流れる場所だね。水流？こんな大きな仕掛けにどんな感じで水を流すんだ？ふっふっふ。それは後でのお楽しみということで。とりあえず見よう見真似でやっていくからさ。ちょっとはオリジナル要素を出したら？うん。そりゃやれたらやりたいけど、今の段階ではまだ無理かな。そう。早く慣れなさいよね。へいへい。あ、言うの忘れてたけど、今回作業ばっかりなので倍速とカットが多いです。いつも通りじゃねえか。オーケー。気持ち悪いよ。あ、最初に 18×18 でやったんだけど、外枠入れたら 20×20 でよかったね。ということは、今やってるのは外枠の分ってことね。そうだね。さて、今つけた外枠を3段積み上げるよ。よし、オッケー。なんか形になりつつあるな。そんじゃ、次は高さ2マス目にブロックをこんな感じで並べていくよ。これは何に使うんだ？この上にドアを設置していくんだよ。この上に？そう、アイアンゴーレムを沸かせるための条件が、10人の村人と、21個のドアが必要みたいなんだ。なるほど。そういえば前回、村人も使うって言ってたよな。うん、拉致監禁状態になっちゃうけど。まあそこはご愛嬌ということで。何がご愛嬌だよ。まあ、細かいことは気にしないで。ねえ？たく。それより、ドアはこんな感じで、2マス開けて5個ずつ設置していくよ。この置き方に意味はあるのか？なんか、村の中心付近に湧くみたいだから、こうやってやっていけば湧きやすくなるみたい。詳しくはよくわかんないんだけどね。まあ、ポコニャンは頭が湧いてるから理解できないでしょうね。湧いてないわ。たく。一応モンスターの湧き潰しをしておくよ。よし、とりあえずこんなもんでいいかな。あとは何をするんだ？これから水を流していくよ。わかったぜ。
さて、水流なんだけど、花崗岩の下いっぱいに流すよ。あ、前に作ったトラップタワーみたいな感じだな。うん、そうだね。こんな感じで水を流していくよ。そんじゃ、倍速。よし、あとは真ん中の一段下がるところにも水を流すよ。ということは、真ん中にゴーレムを集めるのか？おお、察しがいいなマリサ。そうな。っていうか水がギリギリ流れ落ちないんだね。そう、綿密に計算されてるみたいですごいね。ポコニャンの頭じゃ絶対無理だな。それ絶対言ってくると思ったわ。嬉しいだろ。どうしてそうなる？まあまあ。で、全部流したらどうするの？そしたらゴーレムの処理槽を作るよ。ほいほい。よし、これでオッケー。そしたら水が到達していない4マスがあるから、そこを掘るよ。よし、処理槽を作るよ。うへぇ、水がめっちゃ滴ってるな。これが気になるんだったら、1マス下にブロックを敷き詰めればオッケーだね。で、処理槽はどんな感じなんだ？この穴の開いた周りに、ブロックを伸ばしていくよ。地面につくまで置くよ。落下しで処理するのか？いやいや、それじゃあ高さが足りないし、アイアンゴーレムは落下ダメージに耐性があるからね。ま、見ててよ。よし、オッケー。これでいよいよ処理槽作りね。さて、まずは看板を設置していくよ。看板ということは、溶岩を使うのね。お、よくわかったな霊夢。うん、トラップタワーで看板といったら、水とか溶岩をせき止めるのに使うもんね。なるほど、溶岩を使うんだな。うん、こんな感じで看板を4つ設置するよ。そしたら、下から2段目の左右にも1つずつ設置するんだ。あれ、ここは2つずつじゃないのか？うん、まあ後でわかるよ。そんじゃ、次は溶岩を流すよ。看板の上に流すから、下には流れてこないから安心して。溶岩は流れてこないし、看板は木でできてるから燃えてもおかしくないのに。ま、まあ、マイクラ七不思議ということで。別にいいけどさ。次に、ここにチェストを置くよ。その上にホッパーを設置するよ。あ、看板を一つしか置かなかったのはホッパーを置くためね。そういうこと。なるほど、看板があったらホッパーを設置できないからか。そうだね。あとは、空いたところに水を入れたらオッケーだね。水は何のためにいるんだ？ドロップしたアイテムが溶岩で燃えないようにするために必要なんだよ。って水がダダ漏れだぞ。大丈夫、ここで水をせき止めればね。で、松明が流れちゃったわね。付け直しておくよ。ここは暗いから湧き潰さないといけないね。なんか突っ込めよ。あえてスルーしたんだよ。あとはまあ、こんな感じで囲ってあげればオッケーだね。よし、できたできた。これが処理槽ね。さて、あとは村人を収容する部屋を作るよ。これがちょっとかわいそうだよな。まあまあ、そんなこと言ってたら農場だってそうだし。ま、それを言い出したらキリがないわね。ということで、そのままやっていきます。開き直りやがった。ま、いいじゃん。よし、ちょっと危ないけどやっていくよ。お、久しぶりのマグマダイブか？動画ではやったことないから。でも実は裏作業で何度かやってたりする。そういう情報いらないから。たく。それはいいとして、高さが3マス以上上に足場を作っていくよ。なんで3マスなんだ？アイアンゴーレムは 2.9 ブロック分の高さだから、3ブロックより低いと突っかえちゃうんだよ。なるほど、そうすると流れていかないんだな。そういうこと。あとは、村人が出ていかないようにガラスでも囲っていこう。あ、ガラスがなくなっちゃった。おい？はいはい、ちょっとこっちに乗ってねー。何するんですか？ちょっといいところまで連れてってあげるからねー。いいところって、無夫婦な感じですか？ある意味無夫婦なのかな。何ですかそれは。ちょっとポコニャン、何してんのよ。あ、前回の続きだよ。前回の続きって、アイアンゴーレムのトラップか？そう、そのための作業としてこうやって拉致か、お手伝いに来てもらってるんだよ。今拉致監禁って言いかけませんでした？
いやいや、気のせいだよ。それより、もう到着するからね。ちゃんとレール敷いて行ったんだな。パワードレールもあるわね。ふっふっふ。あの村人でちょうど20人目。これで全ての条件が整った。で、何やってんだよ。おかしい。戻る要素なんてないはずなのに。あ、先客の人を降ろすの忘れてた。アホだな。たく、どこまで行ったんだ？あんたが行けないと思うんだけど。あ、いたいた。はい、もう一回行きましょうね。あんな状況を見せられて行きたいなんて思わないですよ、普通は。それは普通の人の意見だよね。私だって普通の人ですって。いいからいいから。おいポコニャン、本当にこれでアイアンゴーレムのトラップが作れるんだろうな。うん、多分できると思うよ。多分かよ。まあ、初めてやるし、わかんないよ。まあ、実際やってみてのお楽しみね。でも、これで鉄がいらなくなるんだったら、洞窟探検行く意味がちょっとなくならないか？いやいや、レッドストーンとか、特にダイヤとかいっぱい欲しいからね。まあ、近いうちに洞窟探検もいいわね。どうせ僕が行くんだろ。たまには私一人でやってみてもいいわよ。お、じゃあ今度霊夢がやってみてよ。いいわよ。それにしてもなんだこの村人たち。いやー20人運ぶの大変だったよ。っていうかこれ絶対20人以上いる気が？まあ、多分ここで生まれた子供もいるだろうね。かわいそうに。まあまあ。じゃ、20人集めたし、レールと土ブロックを撤去していくよ。この撤去作業だけでも結構大変な気がするな。うん、それにアイテムが落ちたら溶岩で燃えちゃうし、レールは回収したいからね。慎重にね。そうそう、最近知ったんだけど、ドアの上に何かブロックがないと家として認識してくれないんだよ。へえ、そうなのか、初めて知ったぜ。そう、だからドアの上にハーフブロックの石レンガを置いていくよ。だが村人たちはこれを家だと認識するなんて、どうかしてるぜまったく。まあまあ、マリサだってドアの上に何かあったら家だと思うだろ。絶対思わないから。いいから早くやっていきなさいよね。へいへい。よし、これで家だと認識してくれたかな？だといいかな。あ、ねえポコニャン、こんなコメント見つけちゃった。ゴーレムトラップのドア、逆じゃないでしょうか？そうなのかー。気づくのせいよ。よし、やり直そう。いやー皆さんも気をつけてくださいね。じゃないとポコニャンみたいなバカになっちまうからな。バカは余計だ。たく、なんで最初に気づかなかったのよ。初めてだからしょうがないだろ。そんじゃ、さっさとドアの向きを変えようぜ。また地味に時間がかかるからさ。倍速するんだろ？さすがわかってらっしゃる。よし、ドアを設置していこう。てこれどうやって設置していくんだ？これは、真下を向きながら置いていくと設置できるよ。まあ、こんな置き方ができてもメリットはないわね。いやー、もしかしたら何かあるかもしれないよ。何かってどんな方法だよ。ふっふっふ。それは。ごめん、全く思いつかないわ。なんだよそれ。よし、今度こそ大丈夫だね。これでゴーレムが発生する条件を満たしてるはず。ってお前どうやって出るんだ？溶岩でデスルーラしたりして。そんなことしないから。
ほら、ここを壊して戻せば大丈夫って試練が持ってねー。っていうか壊したい試練が落とした。なんでこんなにグダグダなんだ。バカだからでしょ。どうかん。バカはお前らだけで十分なんだとこら。はい、というわけでアイアンゴーレムトラップが完成しました。かなりの準備不足だったかな。いいのいいの、終わりよければ全てよしさ。あ、そう。さて、これでしばらく待ってればアイアンゴーレムが湧くはずだよ。楽しみね。あれ、こんなコメントを見つけてしまった。どれどれ。隣の農場のドアに干渉して、村の中心が変わって、トラップが機能しないと思います。ってこれって根本的にダメってことじゃないの？ちょっと待って。ってことはこれ。全部取り壊しってことじゃねえかー。そういうことになるわね。そんなの嫌だー。そんなこと言ってもダメなもんはダメだろ。せっかくここまで頑張ったんだぞー。無駄な努力だったってことだな。そんなの視聴者さんは望んでいないー。むしろ飯馬動画になってご飯3倍くらい食べられるんじゃない。今夜のご飯はカレーかよ、畜生。誰もカレーなんて言ってないでしょ。ショックが大きすぎて頭が回ってないみたいだな。頭はもともと回ってないから通常通りってことでいいんじゃない。確かにそれはそうだな。どういう意味だよお前ら。で、これどうするんだ。まあ、機能しないんだったら解体するしかないだろ。そんな泣きそうな声で言わなくても。いや、いいんだ、ちゃんとやり直すよ。とりあえず、村のドアと干渉しない場所に作らないといけないね。覚えとかなくちゃな。ふぅ。というわけで、さっきのは全て撤去して、違う場所に同じものを作ったよ。ここは、どこに作ったの？周りを見渡せばわかるよ。ほら、あそこに見えるのはマリサの別荘だよ。で、村があっちだね。これだけ距離があれば村とのドアは干渉しないと思うよ。そうか。で、村人はどうするんだ？いやーまだこれから連れてこなくちゃいけないね。今回は作業時間がめちゃくちゃ長くなっちゃったから、少し短いけどここで終わることにするよ。まさかのトラップを作るだけで2パートで終わらないとは。さすがポコニャンクオリティ。いやーそれほどでも。褒めてねーよ。あわわ。というわけで、次回こそ完成させたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。このトラップで何か改善点がありましたら、コメントで教えてくださいね。皆さん、ボコニャキは。って冒頭からまた偉いことになってるな。あはは、いやー頑張って村人をここまで運んできたんだよ。本当はその移動するところも見せようと思ったんだけど、前回と同じになるからね、バッサリカットしちゃった。まあ確かにな。それよりボコニャン、気になったコメントがあったわよ。どれどれ。屋根つけた方がいいですよ。村人に雷が落ちるトイッチになっちゃいます。マジかよ。ちょっと息見てみるぜ。また、稀に村人が落雷に打たれると魔女に転生する。本当だったのかー。村人の服はハサミで剥ぎ取れなかった例があるもんね。早速蓋をしなくちゃね。蓋って言っても、ガラスをつけるだけだけどね。もっといい施設を作ってやれよ。見えない部分だからこれでいいよ。そういえば、自動農場も確か屋根がなかったわね。あ、確かにな。あの自動農場はもともと、大きなビニールハウスみたいな感じでやるつもりだったから、そのうちやらなくちゃいけないね。ボコニャンのそのうちはかなり先の話になるのである。そんなことあるわけ。過去に前例がありすぎるわよ。あ、何も聞こえないわ。現実逃避すんな。あわわ。まあ。それより蓋はできたね。あとは何をするんだ？いや、もうこれで完成だよ。完成？そうだね、残りは後片付けくらいかな。まあ形だけは前回のパートでできてたもんね。よし、早速ゴーレムが湧くか検証してみよう。これで全く湧かなかったりして。シャレになんないからしばらく待ってみるよ。湧かないわね。ほら、アホーは寝て待てって言うじゃん。過方な。そうとも言う。それしか言わないから。もうちょっと待ってみるよ。たく。おー、ゴーレムが流れてきたー。すごい、本当にスポーンするんだな。ああやって焼かれてアイテムが下に溜まっていくんだよ。なるほど。これがゴーレムトラップか。ちなみに1体で鉄インゴットが3から5個、ポピーが0から2個手に入るよ。あ、天に召されたわね。言い方が美しいな。早速見てみようぜ。ちゃんとホッパーもつけてるから入ってるはず。そうだな。お、ちゃんと入ってる。手なんか数多くない？ほんとだ、もしかしたら他の作業中にすでに湧いてたのかもしれないね。ま、ラッキーだったってことだな。ところで、ゴーレムが湧くスパンってどれくらいなんだろうな。どうだろう。3分くらいかな。
そうだ、村を一周して鉄インゴットが増えてるか実験してみよう。そうね、これで増えてたら村にいても鉄インゴットは増えていくはずよね。ってなわけで、ちょっと一周してこよう。わかったぜ。てかそろそろ建築も終わらせなくちゃね。うん、でも木材もないし、木を切りに行かないと。そしたら後で集めに行けばいいじゃん。どうせもう完成なんだろ。うん、それもそうだね。あれ、これは何かしら。あ、これは村人を移動させるために作った道だね。もう必要ないから撤去しておくよ。さて、果たしてどれだけ増えたかな。さっきは18個だったな。そのままじゃなかったらいいけど。果たして結果は？お、やった、23個に増えてる。ということは、村で作業してても湧いていくってことだな。はい、というわけで、ゴーレムトラップを無事に完成することができました。これで建築中とか洞窟探検中でも自然と鉄が増えていくわね。鉄には困らなくなるな。うん、もっと効率のいい方法があるみたいだけど、とりあえずはこれで満足だよ。そんじゃ、尺が結構余っちゃったし、木材でも集めに行きますかね。いいねいいね。ただ木を切るだけの動画だとあれだから、久しぶりにコメント返信をしていこう。大好きポコニャン、大好きマリサ。アホレイム。それってマジで言ってるの？それともネタ？きちんと自分の言葉で返信しなさい。そしていつも応援ありがとうございます。オープニング 3D みたい。あ、あの新しいオープニングか。そうそう、あれは AVI ユーティルでカメラ制御っていう機能を使ってるからだよ。最近使ってなかったけど、せっかくオープニングを作るんだから、ちょっとかっこいい感じにしたかったんだ。ま、編集技術が乏しいポコニャンにしては頑張ったんじゃない。いつも一言多いんだから。エンダードラゴンは倒すんですか。もちろん倒します。ちょろ、お前が言うなし。パートいくつになるかわからないけど、いつか倒しに行くよ。でも、その前にやりたいことがたくさんありすぎるから、それをやってからだね。海底神殿の水抜きはいつするのですか？っていうかまだスポンジ部屋もあれから探しに行ってないじゃない。あはは、すっかり忘れてたよ。忘れてたんかい。ごめんごめん、それじゃあ、建築が一通り終わってから行こう。たく、中途半端なことが多すぎよ。お前には言われたくない気が。おいこら。ゴーレムって鉄とポピーをドロップするけどどこにしまってるんだろう。まさか頭の中にポピー畑があるのかな。あとおぼつ。確かに、なんでポピーを持ってるのかしらね。そう、ちょっとウィキで調べてみたら面白いことが書いてあったんだ。アイアンゴーレムが村の子供にバラを差し出す様は、アニメ天空のラピュタに登場する古代のロボットを引用している。こちらのゴーレムもツルに覆われている。おお、確かにアイアンゴーレムって体にツルがあるよな。まさかのラピュタからの引用だったなんて驚きね。これが本当だったらすごいよね。かっくら、見た方がいいですよ。ふっふっふ、毎日見てますよ。いつも参考にさせてもらってます。ウポニャンです。実はウポツですよりもウポニャンですと言われた方が嬉しかったりする。ちょっと愛着あるもんね。よし、続いてツイッターの返信もしていこう。マリサの部屋はこのようにしたらどうでしょう。おお、これはいい感じだな。確かにツートーンカラーより3色あった方が良さそうだね。それに私の帽子や服は黒色もあるしな。よし、次回やってみよう。マイクラで3人とシリーズタイトルを作りました。ポコニャンさんは私にとって初めて出会ったゆっくり実況者さんでした。これからも応援させていただきます。コメントとイラストありがとうございます。いやー、こうやって言ってくれると嬉しいよね。うん、実況やってきた甲斐があるもんね。まあ中身は残念な雑談ばかりだけどな。残念ってなんだよ。まあまあ、ほら、次のコメント読もうぜ。いきなり失礼します。ポコニャンさんが好きで書いてみました。背景がシンプルですが、これからも頑張ってください。イラストとコメントありがとうございます。いやー、こんなバカなウプ主でも好きって言ってくれるもんなんだな。世の中わからないことだらけね。お前らいい加減にしろ。いやー、いつもこうやってバカな実況をやってますが、これからも応援してやってくださいね。作ってみたよ。完成度低くてごめんね。イラストとコメントありがとうございます。ポコニャンのダイヤフル装備かっこいいわね。装備がなって、これ前にも言ってたじゃん。ああ、海底神殿の準備をしてた時だな。毎回一言多いもんな。嬉しいくせに。嬉しくないって。さて、まだまだたくさんあるけど、今回はここまでにするよ。またこうやってコメント返信していきたいね。うん、たくさんお便りあるからね。そうだな。はい、
というわけでたくさん木を集めてきたよ。どれくらい集まったんだ？ふっふっふ。それじゃあ見せてあげよう。今回集めた木は、これだー。ってわかりにくいわ。ちゃんと整理整頓してから発表しなさいよね。あわわ。ちょっと待ってね。これをこうして、あれをそうして。だからいつも実況がグダグダって言われるんだぞ。悪かったって？はい、整理しました。多くの原木が551個、白樺が65個だね。おお、なかなか集まったな。これで建築分の木材は足りるわね。うん、多分大丈夫だと思うよ。あ、そうだ、鉄インゴットが増えてる紙に行ってみよう。そうね、だいぶ集まったんじゃないかしら。そうだといいな。おそらくワンスタックくらいは溜まってるんじゃないかな。っていうか三人称視点直したらどうだ。ふっふっふ。もはやこうやってフェンスゲートを開けるのも簡単だぜ。さっき5回くらい失敗してたのを私は知ってるわよ。せっかくそこは確保したんだから言わないでくれよ。何がしたいんだお前は。ごめん、ちょっといいところを見せたかっただけ。逆に印象悪くなったな。どん底にね。どんだけだよ。そろそろ着くかな。お、着いた着いた。そんじゃ、三人称視点を戻して。と結局戻すんかい。鉄インゴットは、42個。思ったよりは少なかったけど、別に今すぐ欲しいわけじゃないしね。そうだね、長い目で見たらかなり集まるだろうしね。そんじゃ、今回でゴーレムトラップを終わりたいと思います。次回、建築の続きをやっていくよ。いい加減終わらせなさいよね。へいへい、ってあれ？おっと、ゴーレムがスポーンしたみたいだな。いきなりでびっくりしたよ。ちょっと見ていようか。これで鉄インゴットが増えたかな。おお、4つ増えたな。しばらく放置してたらたくさん集まりそうだね。というわけで今回は以上でございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみにね。皆さん、ボコニャジはとうとう完成したアイアンゴーレムトラップ。失敗しまくりだったけどな。ほっとけ。生産効率はちょっと少ないけど、うまく機能してよかったよ。今日からまた建築に戻るんでしょ？そう、いよいよ屋根をつけていこうと思うよ。ようやくだな。今入ってる鉄は50個だね。あ、じゃあ建築した後にまた来てどれだけ集まったか見てみましょうよ。お、いいねいいね。早速建築やっていこうぜ。そうそう、屋根をつける前に、前回コメントでいただいた、マリサの部屋のカーペットを変えてみよう。2トーンを3トーンカラーにするのよね。そうそう。黄色と白、さらに黒をつけるんだったよな。うん、これでさらにおしゃれになるね。というか防具立て直してなかったのね。これはこれでいい配置になってたりするからな。だったら、あそこにいつも装備している防具をセットすればいいんじゃね。なるほど、その発想はなかったよ。さすが硬い頭なだけはあるな。柔軟だし。まあいい、それじゃあカーペットを直していくよ。っていうか村人集まりすぎじゃない？確かに、村の中心がここになったっぽいのは嬉しいけど、今はちょっと作業の邪魔になってるね。とりあえず一回全部剥がしちゃおう。よし、次はカーペットを敷いていこう。白、黄色、黒の順でやっていくよ。って本当に村人いすぎね。これ、順番でやっていくより、一色ずつやっていった方が早くないか？確かに。村人がいるところはできないし、それでやっていこう。一色ずつってことは、どうすればいいんだ？バカか。あ、こうやって斜めに設置していけばいいのか。うん、2マス開けて斜めにやればオッケーね。そういうことだぜ。なるほどね。そんじゃ、倍速。よし、完成。おお、こっちの方が断然私の部屋っぽくていい感じだぜ。うん、でも私の部屋に黒は合わないかもしれないわね。ま、とりあえず今回はマリサの部屋だけにしておこう。ふっふっふ。私だけ特別だぜ。ああ、やっぱ僕の部屋もやろうかな。いいから早く屋根をつけろよ。わかったわかった。でもその前に、この2階の壁を作らないとね。そういえばこないだ木材が足りなくて途中で終わっちゃったもんね。そうなんだよ。そんじゃ、やっていこう。そのために前回は木材集めしてたもんね。まあでも、たくさんイラスト紹介できてよかったじゃない。まあね。
またそのうちやっていくよ。よし、あとちょっとだね。あとちょっとって、部屋の天井はどうするのよ？こないだ1階でやった、階段を逆さ向きにするってあったじゃん。2階も同じようにやっていこうと思うよ。ああ、確かにあれは珍しくおしゃれだったもんな。珍しくって。そんなこと言ってる間に完成かな？今から階段ブロックをつけていくよ。実は1階より、2階の方が天井が1段分高くなってるんだよ。え、なんでだ？原木の高さを調整するために高くしたんだよ。あ、そういえば1階って、床を1段高くしてるから原木の位置が1段低くなってたな。だからその調整のためだね。天井部分はハーフブロックを敷き詰めていけばオッケーだね。やっと2階部分が完成か。そう、ようやく屋根がつけられるね。はい、というわけで天井部分を敷き詰めました。意外と大変なんだな。そうなんだよね。で、これから屋根をつけていくよ。それはいいんだけど、これじゃあただの豆腐じゃないかしら？いやいや、何のために玄関の部分の位置をずらしたと思ってるんだ。ここをうまいこと2段階で屋根をつけていくんだよ。よくわからないが、とにかくどんな感じか早速やってみせてくれよ。了解。とりあえず、1つ目の階段をつけるよ。階段、確かボコニャン、つけるの下手くそだったわよね。そんなことないし。そんなことないぜ。あれ、マリサが珍しく僕の擁護をしてくれるなんて。ボコニャンは全てに関して下手くそなんだぜ。もっとひどいでねえか。たく、結構いい感じにつけられてるのに。今だけな。そうね。そんなことないし。であれ、なんでここ設置できないんだ。おそらく日頃の行いが。お前いつもそればっかじゃねえか。もう、ってさっきから全然つけられない。もういいじゃん、それは後回しにしたらどうだ。じゃあなしやな。バッサリカットして、だいぶできてきたよ。ちょっと屋根が高すぎじゃないかしら？そうか、私はそうは思わないが。どうだろう。屋根の上の方を平らにした方がいいのかな？でもまあ、とりあえず全部やってみてから判断しましょう。それもそうだな。それにしても、建築パートで何パート使ってんだよ。あはは、まだ終わる気配がないね。マジかよ。だって、まだ屋根裏部屋もつけたいし、ベランダとかウッドデッキとか花壇とか。どんだけやりたいことがあるんだよ。他にも近そうことか。もういいわ。まあまあ、長く続けられるしいいじゃないの。グダグダだぞ。それがポコニャンの実況の醍醐味じゃん。あ、そっか、違うから。それはそうと、小さい方の屋根が完成したよ。おお、この後はどうするんだ？大きい屋根の方に移ろう。と言っても、端から端まで普通に積み上げるだけだけどね。あ、でもよく考えたらそれでうまいこと2段になりそうね。まだわからないぜ。この作業も慣れたもんだね。調子に乗んな。地味に倍速の時のブロック設置音好きだな。確かに、コンコン言ってて可愛いよね。ボコニャンには可愛いという言葉は似合わない。逆にいいじゃんかよ。
さあ、いよいよ完成が近いよ。あとはここで終わりかしら？階段ブロックはね。よし、できたー。いやー、一体どんな感じになったんだろう？楽しみね。はい、というわけで早速見てみましょう。今回作った屋根はこんな感じです。と言っても、中はまだスカスカなんだけどね。でも、この2段階、私は結構いいと思うわよ。確かに、このまま行けばいい感じになりそうだな。そうでしょ、さっき言ってた屋根の高さについてはどう？あと1段か2段くらい低くてもいいかなとは思うわね。そうだな、屋根裏部屋の天井が高すぎるからな。視聴者の皆さん、よかったらコメント欄でアドバイスをお願いします。霊夢やマリサの言ったように、やっぱり低くした方がいいのかな。ま、私はぶっちゃけどっちでもいいんだけどな。もっと真剣に考えてよね。あはは。とりあえず今回はこれで終わることにするよ。次回は何をするの？屋根を完成させてもいいけど、そういえば海底神殿のスポンジ、まだ回収してなかったし。確かに。中途半端にするより、さっさと取りに行けよな。そうね、ということは次回は再び海底神殿へ行くのね。そうしようか。さて、最後にどれだけ鉄が集まったのか見てみよう。おお、めっちゃ集まったじゃねえか。最初に見た時は50個だったから、82個も増えたわね。やったね、作った甲斐があったよ。よかったぜ。はい、というわけで今回は以上でございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。海底神殿のスポンジ部屋、ちゃんとわかってるの？この前編集してた時に何回も動画を見返したからね。ちょっとずるいけどな。皆さん、ポコニャキは？あれ、なんでダイヤ装備意識つけてるんだ？今日は海底神殿のスポンジを回収しに行こうと思ってね。ほら、エルダーガーディアンを倒したとはいえ、普通のガーディアンは大量にいるからね。まあ確かにそうね。でも実はこの装備意識、前に行った時のとは違うんだ。このゴーレムトラップを作ってた時誤ってマグマダイブしてしまったんだ。まさか装備意識つけてマグマダイブするとは思ってなかったのに。そういう時に限って録画してなかったし、アイテムなくすは面白いところもないわ。ではいいから落ち着け。はぁ、はぁ、ま、しょうがないぜ。気持ちを切り替えてやっていけよな。確かにそうだね。そうよそうよ。そうそう、ちなみに今鉄インゴットはこんな感じだよ。前回の動画の終わりは、波数が4だったから、11個増えたわね。よし、今回もスポンジ集めてから数えに来ようぜ。でもここから離れすぎると、トラップが機能しなくなるからね、あまり期待しない方がいいと思うよ。なるほど、わかったぜ。そんじゃ、出発。いやー、それにしてもここに来ると緊張するなー。ま、パート3つ使って攻略したぐらいだからな。初めてだったからね。早速ガーディアンのビームの音が聞こえるわね。あのビーム、ダイヤ装備意識でもかなり持ってかれるから厄介なんだよね。まあ今回はスポンジ取りに行くだけだからな。そう、だからいつもの BGM のまま行こう。力のポーションと治癒のポーションはいらないの？ま、過剰な準備だからね。暗視と水中呼吸だけで十分だよ。なるほどな。そんじゃ、飲んでいこう。今回は2回分しか持ってきてないから時間との戦いだね。よし、あいくでー。よし、僕の得意技でも使おうかな。どうせカットとか倍速でしょ。バレてたか？そんじゃ、倍速ドアガード使った時のやつだな。そこを目印にこっちに進めば。あ、このカボチャの配置は。そう、スポンジ部屋にやってきたぞー。お、思った以上に簡単に見つかったわね。そう、前に見つけた金ブロックがあった部屋の近くだからね、すぐ見つかってよかった。逆になぜ前見つけられなかったんだ。バカだからじゃない。お前らだって忘れてたくせによ言うわ。たく、回収するよ。
よし、全部取れたね。そんじゃ、早速帰ろうぜ。バカモン。まさかお前スポンジ部屋がここだけしかないなんて思ってないだろうな。あ、いや、そんなわけないんだぜ。忘れてた。ふり。そう、ふりをしてたんだぜ。素直に忘れてたって言いなさいよ、見苦しいわね。なんだと。くそー。霊夢だけには言われたくないぜ。いいから謝んなさいよね。はいはい、左遷した。まあいい、全部回収するよ。よし、取れた。二部屋分あったから、かなりの数取れたんじゃない？いやーコメント欄でも、スポンジはどうなったのかって多かったから、やっと回収できてよかった。結局全部で何個集まったの？ふっふっふ。60個だよ。そんなに集まったのか。やっぱり二部屋あったから大量ね。よし、早速使っていこうぜ。その前にかまどで焼かないとね。水含んでるからね。あ、そっか。とりあえず家に帰ろう。トンボ帰りだったわね。たまにはいいじゃん。よし、外だね。本当に近かったんだな。おお、今は夜か。前も戻ってきた時夜だったよな。夜に暗視ポーション使うと景色がかっこよく見えるよね。ポコニャンには残念ながらかっこいい要素は皆無だがな。猫の装備を見てかっこいいと思わないのか。装備だけだろ。っていうかそんなことより荒ぶりすぎだぜ。僕を怒らすと怖いぞ。あっても用務の方が怖いわ。逆らわない方がいいな。どうでもいいわ。あ、暗視ポーションの効果が切れそうね。あ、暗くなった。よし、帰って早速スポンジを焼こう。そういえば新しい家にはかまどを全然設置してなかったな。うん、まあ今まで住んでた家には大量にあるからね。もはや倉庫みたいな感じもするわね。よし、だいぶ焼けてきたね。そういえば水抜きに使えるって聞いたけど実際どれくらい水を吸うんだ？よし、海底神殿の水抜きの前に実験してみようか。いいねいいね。水抜きの実験、どこでやるんだ？そうだね、とりあえず湿地帯の方面に行こう。わかったぜ、楽しみね。ああ。よし出発だ。ちゃんと直せよ。農場の反対あたりに水たまりがあったよね。そこで実験しよう。ていうかいい加減この辺りにフェンスゲート作っておけよな。わざわざ農場の上から越えなくても。この方が楽でしょ。明らかに面倒くさいだろ。わかったわかった。よし、着いたね。このスポンジ60個でどれくらい吸えるのか見物ね。現実的に考えてそんなに吸えないんじゃね。ていうかこの水の流れ。何？あ、多分クリーパーが爆発して決壊したんだと思うよ。まずはここからやってみるか。ほい。お？すごい、一瞬にして水が消えたぞ。まさかこんなに吸っちゃうなんて。でもまた戻っちゃったね。そうか。配置のコツとかあるのかな？例えばそこからやるとか側面からやるとか。どうだろう？いろいろ試してみよう。っていうか周りのイカが。イカは水の中では溺れちゃうから救出するぜ。それ違うゲームだから。間違えた。ゲームばっかやってないでさっさと編集しなさいよね。痛いところ。よし、ひたすらスポンジ設置していこう。また倍速だな。はい、スポンジ60個全部使って水抜きをしてみたよ。お、さっきまでここ水辺だったのになくなってる。なるほど。これは確かに水抜きが楽になるわけだな。そう、電灯作った時の全マス土ブロックを置いていくなんていう、めんどくさいことしなくて済むね。あれのせいでかなり時間かかってたもんね。そう、あれは苦行でしかなかった。でも、これで海底神殿の水抜きもできるわけだ。うん、今の建築が落ち着いたらやっていきたいね。本当にやりたいことだらけね。メモしておかないと忘れちまうんだぜ。うん、リスト作っておかないとね。ん？ちょ、エンダーマンがうなってるんだぜ。あんた目を合わせちゃったんじゃない？
いや、僕は反対の方見てたし。何認証してんだからだろ。どれどれ、ちょいと調べてみますかな。あ、あそこにいるわね。エンダーマンの声はやたらと怖いんだぜ。ちょっと拡大してみてみようか。そんなことしてると。あ、あっやべ、管理してたら見つかっちゃった。バカじゃないのかも、今何も装備してないぜ。ふっふっふ、甘いなお前たち。空腹でダッシュもできないんだぜ。おいお前ふざけんなよ。いやーとりあえず逃げるよね。だって剣装備する暇もないし、そもそも F1 押さないと剣を装備してるのかもわからない。死んでんじゃねえか。さて、最後に鉄が何個溜まったか見に行こう。何事もなかったかのようにしてるし、っていうかその馬は私のじゃねえか。あはは、マリサのマリンは足が速くてさ。雑な扱いすんなよ。まあいいじゃん、鉄は。最初が15個だったから、20-15 で。5個しか増えてないじゃねえか。はい、計算よくできました。バカにしてんじゃねえよ。皆さん、ボコニャジは。あれ、霊夢じゃねえか。そうそう、前に言ってたんだけど、今回は霊夢に洞窟探検をしてもらうよ。あ、そういえばいつぞやのパートでやるって言ってたな。うふふ、お宝いっぱい見つけるんだからね。果たしてフラグにならなければいいんだが。私がいつフラグを回収してるっていうのよ。毎回。あ、そうでしたっけ。フラグ回収業者の社長なんだし当たり前だろ。私はどのシリーズでも社長なのね。貧乏の社長だけどね。社長、それは言っちゃダメなやつよ。いいから早く洞窟探検行く準備しろよ。なんで私が怒られなきゃいけないのよ。日頃の行いだな。さて、今回も鉄インゴットがどれだけ増えるか見てみよう。今の鉄インゴットの数は、32個だね。ま、とは言ったものの洞窟だとこの場所を離れるから、ゴーレムが発生しないだろうな。いいじゃん、それより今回は鉄装備一式で行くよ。ま、さすがにダイヤ装備はやりすぎだもんな。剣はダイヤなんだけどね。しかも壊れかけ。もう別にいいでしょ。よし、早速出発しましょう。ところで、洞窟ってどのあたりに行くんだ？ふっふっふ。私は前回見逃してはなかったわよ。お、やっぱり霊夢も気づいてたか。ふふふ。ちょっと腹ごしらえ。こんなところで食うなよ。まあ別にいいじゃないの。まだ。うん、ここで食べるのは危険ね。わかってたことじゃねえか。ったく。まず夜に出発するなよな。スリルがあっていいでしょ。その結果がさっきのじゃねえか。いちいちうるさいわね。ここは、前回スポンジで水抜きした場所か。そう、そして前回チラッと見えてたのよね。もうちょっとこっちだったかしら。お、あったあった。こんなところに洞窟があったのか。ふふ、私のお宝センサーに狂いはなかったわ。きっと大量の鉱石が眠ってるんでしょうね。気をつけるんだぜ。大丈夫大丈夫。さて、深いところへ続く道はどこかしら。行き止まりじゃねえかー。お宝センサーがなんだって。行かなかったことにしてください。さっきから10分くらい洞窟探してるんだけど見つからない。日頃の行いが悪いとここまで影響を及ぼすのか。だからそれは関係ないって。っていうか日頃の行いめっちゃいいから。あれ、ここの水の流れは何かしら？あれ、松明が刺さってる。ということは来たことある場所なのか。見覚えがあるようなないような。とりあえず進んでみましょう。あ、思い出した。ここは前にブランチマイニングをしたところだ。ブランチマイニング？あんたそんなことしてたの？私たち知らないぜ。ほら、明らかに掘った後の階段、やっぱりそうだ。裏でやらずに動画にしてよね。ごめんごめん。ブランチマイニングといえば風車型とかいっぱいあるみたいだけど、僕は普通に掘っていったよ。ああ、ポコニャンは難しいことわかんないやつだからな。合ってるけどそんなストレートに言わなくても。それにしても随分掘ったのね。これをやってた当時は岩盤ギリギリで作業してたけど、やるなら高さ12でやった方が効率がいいみたい。お、じゃあ私が今度ブランチマイニングしたいぜ。いいよ。ここは丸石があるけど何かしら？あ、そこは溶岩が流れてくるから塞いでおいたんだよ。そういうことはもっと早く言いなさいよね。マグマダイブしてもいいんだぜ。絶対しないから。たく、危なかったわ。でも、これからどうするつもりなんだ？そうそう、ここのブランチマイニングしてた時に、どこか洞窟に繋がってた記憶があるんだ。
あ、じゃあそこに行くわよ。でも、場所は忘れちゃったんだよね。この辺りから行けないのかしら？ちょ、危ないんじゃね？危なかったらすぐ逃げるわよ。この岩盤の高さだと洞窟も見つかりにくいわよね。もう少し上に掘ってみましょ。この辺りかしら？おっとここは外れだった。ちょ、大丈夫大丈夫。冷静に対処すれば死ぬことはないわよ。霊夢の発言には説得力がないからな。うおっと。やっぱり、下から掘るのは危険なんだぜ。でも多分この近くなんだよな。もうちょっと探してみるわよ。あ、何かあるわよ。あ、間違いない、ここだ。見つかってよかったな。う、すごい溶岩地帯だな。なるほど、さっきから流れてきたのはここの溶岩ね。とりあえず固めておきましょ。あ、あれは、ダイヤモンド発見よー。お？ふっふっふっ。私のお宝センサーに狂いはなかった。お前さっき気づかしてたじゃねえか。もともとここの洞窟見つけたのは僕だったんだぞ。細かいこと気にしすぎると跳ねちゃうわよ。ねえ、そこの骸骨ちゃん。それって生贄の夜で使ってたじゃねえか。しかも私がねえねえ。いちいちうるさいわよ。そんなことよりダイヤ、ダイヤよ。そのままマグマに落としてしまえ。ちゃんとチェックするからそんなヘマはしないわ。最終的には僕がそのダイヤをもらっていくんだよな。ちょ、勝手に決めないでよね。たく。そうそう、レッドストーンとダイヤモンドはシルクタッチのツルハシで掘ってるわよ。あとで幸運さんのツルハシでうまうまってやりたいんだろ。わかってるじゃない。ま、レッドストーンに関しては家に大量にあるんだけどね。規模のでかい装置を作るんだったらどれだけあってもいいんじゃないか。まあそうなんだけどさ。ちょっと水の流れを止めてくるよ。気をつけるんだぜ。お、金発見。っていうかここ、洞窟というか地下渓谷だったんだな。うん、深さもあるし、ダイヤモンドがたくさん見つかるかもしれないわね。人生そんなに甘くないぞ。それに霊夢の場合は、目の前にあるダイヤをスルーするかもしれないからな。ふっふっふ。それに関しては対策済みよ。視聴者さんが教えてくれるから。自分で見つけろよ。たく。これじゃあスルーしますって言ってるようなもんじゃねえか。霊夢だからしょうがないな。ちょっと。ふふ、ここの金ブロック、私は見逃さなかったわよ。たく、それがダイヤだったらよかったのに。っていうか、奥の方にも松明刺さってないか？うん、ここは少しだけ探索したからね。あ、そういえば鉄腕スタック縛りってあったけど、鉄ってもういらないわよね。確かに、今回は何もなしでいいんじゃないかな。ちょ、ずるくね。代わりにマリちゃん、今度ブランチマイニングするときに、ダイヤ1スタック取らないと帰れまてんとかするんでしょ？なんで私がそんなことしなくちゃいけないんだ。っていうかダイヤ1スタックとか無謀な挑戦すぎだろ。マリサならできるって。まあ実際はできちゃうんだけどね。はい、じゃあ今度やってね。あ、うん？いやさすがマリサだね。私たちじゃそんなこと到底できないもんね。ほんとだよな。なんだろう、この二人にはめられた感は。あら、こんなところに洞窟の続きがあるじゃない。ほんとだね、ようやく来たって感じだな。それにしても暗いな。もうちょっと明るくできないのか？一応、ビデオ設定では明るさマックスでやってるんだけど。ま、いいわ、このまま進んでいくわよ。道が分岐してるわね。行き止まりじゃなくてよかったな。む、骸骨ちゃんがいるわね。暗くてどこにいるのかわからないぜ。任せて。必殺、闇討ち。ふっふっふ。さすが戦場のプロね。そんなの聞いたことないぞ。今からこの称号ね。今からかよ。目印はこうだったわよね。うん。でもちょっと場所がわかりづらいな。私がわかればいいのよ。お、骸骨ちゃん。もはや定着させに行きつつあるな。ふふ、二発で落とせるのは楽よね。武器が強すぎるんだぜ。ま、いいじゃないの。どっちに行こうかしら。お前のお宝センサーはどっちだ？そうね、ゾンビが守ってるかもしれないから右に行くわよ。これは左だな。左だね。ちょっとあんたたち私の直感を信じなさいよね。ほら、敵もたくさんいるし、絶対こっちに何かあるわよ。だといいかな。よし、突撃。
な、クリーパーまでいるとやばいんじゃね。あとこれは爆発される。あふん。よし、無傷だった。危ねえよ。たく。見てるこっちがハラハラするぜ。ハラハラドキドキ感を演出してみました。そういうのいらないから。あれ、ここって戻ってきちゃったみたい。何がお宝センサーだよ。まだこっちにも道があるから。ほら、このクリーパーがいるってことは奥にお宝が。ねえよ。しょぼーん。あ、こっちにも道があるわね。後でまた来ることにしよう。上は、とりあえずいいかな。よし、この下に行ってみるわ。くさい。こっちはくさいわ。ちゃんと風呂入れよ、霊夢。毎日入っとるわ。っていうかそういうくさいじゃないから。冒頭からコントしてんじゃねえよ。さて、あそこにマグマがあるわね。私の今までからの経験と感からすると、だいたいああいう周りにダイヤがあることが多いのよね。おお、なるほど。じゃあそこはないな。ないね。なんでそうなるのよ。私が社長だからとか言うんじゃないでしょうね。その通り。わーい、当たったー。ってそうじゃないでしょ。はいはい、乗りツッコミお疲れ様。そんなことはいいとして、さっきからクリーパーが多いな。ふっふっふ。昔の私とは違って、今は戦闘のスペシャロリストになったからね。スペシャロリスト？昔の動画で使ってたな、そういえば。そういう場合は誘爆を誘って。とまあこんな感じですよ。なんかうるさいわね。よし、レッドストーンをどんどん掘っていくわよ。このレッドストーンがダイヤモンドだったらいいのに。そんなにたくさんあったら感動が薄まるでしょ。レッドストーンばかりね。まあ、鉄は掘らなくてもいいからまだマシだな。水をせき止めるのって面倒よね。あら、行き止まりね。そうか。ここまでは特に何もなかったな。最高とかスポブロとか見つかったらテンション上がるのに。人生そんなに甘くないぞ。そんじゃ、私の大本命の溶岩のところを調べてみましょう。すでに何もなさそうな予感はしてるぞ。最後まで進んでみなきゃわかんないでしょ。はいはい、わかったわかった。あるのは金ブロックか。欲しいのはダイヤだけどな。でもほら、あっちの奥とかありそうじゃない？そうか。絶対あるわよ。その前にここの金ブロックをいただきましょう。溶岩には気をつけろよ。わかってるわよ。そうか、黒曜石の下はまだ溶岩の可能性があるんだもんな。そうだね、それでうっかりダイヤをロストしたことだってあるんだから。ダイヤロストはマジで痛いよな。ここにブロックを置いておけば安心よね。この上は確定で掘れるもんね。そうだな、だが霊夢がそんなに慎重になると変な感じがするぜ。私は常に冷静に判断して行動してるからね。常に冷静ねえ。何か言いたいことでも。いや別に。よし、オッケー。私のダイヤちゃん、今そっちに向かうからねー。あればの話だけどな。あれ、金じゃねえか。まだまだ、この先にあるわよきっと。雲行きが怪しくなってきたぞ。ちょ、大丈夫だし。こっちじゃないわね。結局じゃねえか。たく。霊夢の勘ってとことん外れるからな。今回はたまたまよ。本気出したらすごいんだからね。最初から本気出せよ。まあいいわ、ここは塞いでおきましょう。よし、気を取り直して出発ね。お、こっちにも怪しいマグマを発見。しかし肝心のダイヤはないみたいだな。今回全然収穫がないわね。っていうか他にまだ道ってあったか？いくつかあったと思うわよ。とりあえずレッドストーンだけは取っていこうかしらね。霊夢、地味に石炭も欲しいから取っていってくれないか？いやよ、そういう地味なのはあんたの仕事でしょ？私はインベントリをレア鉱石でいっぱいにするんだから。自分ばっかり古いぞ。美しいものの特権よね。ただのバカが何を言ってるんだ。誰がバカやねん。いいからさっさと洞窟探検進めろよ。ラピスラズリね。意外とラピスラズリって少ないよね。だが、一つの鉱石を掘るとたくさん出てくるよな。きっとそこのバランスよね。でも、
ラピスラズリよりもダイヤが欲しいんだけどね。お宝センサーはどうなったんだよ。うるさいわね。ここら辺はもう探索済みよね。うん、戻るとダイヤがある高さより高くなるからな。道もないんだし戻るしかないだろ。しょうがない、他に道を探してみましょ。どこだったかしら？とりあえずこの下に用はないから塞いでおきましょ。あれからいろいろ探したけど何もなかったな。そうね、最初の地下渓谷の上に道がないか調べてみるわ。っていうか満腹度やばくないか？ほんとね。よし、オッケー。生の人参を大量に頬張る霊夢かも。滝登りしながらイラストで描いてもらいたいよな。確かに。そんなことはいいから、クリーパーが大量にいるわよって落ちていったぞ。どうやら水で助かったみたい。なんでこいつらこんなところで湧いてるのよ。まあいっか、とりあえず洞窟への道を探すわ。全然ないわね。結構深い地下渓谷なのにな。最初の方に行った地下渓谷はいろんな道があったのにな。確かにね。そしてはいよるくりこさん。にゃるこさんじゃないんだから。ここでの戦闘はきついな。任せて。ふふ、余裕よ。味覚だからな。よし、さっきのクリーパーもやっつけておきましょ。なんだよ、霊夢のことだから何か起きると思ってたぜ。ふふ、残念だったわね。あそこにガイコッちゃんがいるわね。よし霊夢、やっつけてみろよ。楽しそうね。マジで言ってるのか。あそこに飛び移ってやっつけてやるわよ。バカか。うるさいわね。うおー、そりゃー、え、言わんこっちゃない。ちょちょ、私のダイヤ2つあったじゃない。そうだぜ。うおー、必殺スーパーダッシュ。それただ倍速かけてるだけだぜ。うるさい、急がないとロストしちゃうわ。自分のせいだろ。く、無駄に長いわね。悪かったな。入り口は確かここよね。どこだったかしら。お、合ってたわ。よかった。荷物は無事みたいね。なんだよ、ここは道がわからなくなって全ロスした方が面白かったのに。絶対嫌だから。おっと、ここにアイテムが落ちたってことはないよな。うーん、この辺りにもアイテムが散らばってたってことはあるかもしれないぜ。すぐに確認してみるわ。ダイヤはあるわね。他にもレア鉱石もあるみたいだし。動画的に最悪だったけどな。はぁ、村に戻ってきたわ。おかえり、結局見つけたダイヤは最初の二つだけだったな。これならブランチマイニングしてた方が簡単に集まってたかもしれないな。ま、楽しかったからいっか。久しぶりに動画に出れたし、洞窟探検もできたし、プラス思考がお前のいいところだよな。うふふ。そうだ、最後に鉄インゴットだけ見ておきましょ。だいぶ離れてたし、機能してないだろ。どうでしょうね。ほっと引っかかって動けない。無理に三人称視点で動こうとするからだろ。いけたから大丈夫。
よし、到着。早速見てみましょ。確か波数が32個だったよね。それより増えてるのか？ 37 個。1匹分しか増えてないな。ま、仕方がないね。しゃあなしね、今回はこれで終わりにしましょう。せやな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。さっきの霊夢が滝登りしながら人参を食べる姿、ぜひイラスト待ってます。そんなのいらないから、私の番ももっと増やしてくれよ。わかってるって。皆さん、ポコニャチは。あれ、今回はマリサなのね。ああ、ポコニャンが全然イラスト紹介しないから、今回私が大量に紹介していくぜ。いやあ、なかなか紹介するタイミングがなくてね。しゃあなしやな。イラストいっぱいもらってるからね、どんどん紹介していきましょう。そうだね。まず一つ目。マインクラフトにて作ってみました。マインクラフト始めたばっかで、文字絵とか全然わからなかったんですけど頑張ってみました。イラストありがとうございます。いやあ僕も前に文字を作ってたんだけど、これがまた大変でね。そんな中作ってくれてありがとうございます。フードを深くかぶってかっこよくしようとした結果、ポコニャンさん、ど下手ないです。いやいや、全然下手じゃないですよ。そうよ、ポコニャンが真面目に書いたって幼稚園児より下手なんだから。ちょっとそれは言い過ぎじゃないか。事実でしょ。そしてポコニャンはこんなにイケメンじゃないんだぜ。それもそれで傷つくから。低クオリティですが、見ていただけると幸いです。どこが低クオリティなのよ。そうだよ、これ僕にそっくりじゃん。現実をちゃんと受け止めろよ。だからなんで僕ばっかり。私は似てるけど私もな。うぬぬ。これからも頑張ってください。あら、可愛らしいわね。小山田ポコニャンとはかけ離れた。だからそういうのはもういいって。作ってみました。うまくないですけど、動画で採用されたら嬉しいです。あと、海底神殿攻略頑張ってください。イラストありがとうございます。いやー僕も自分たちの像とか作ってみたいな。村のシンボルとかにはいいかもしれないな。そうだね。一つ気になったことがあるんだけど。どうした？海底神殿攻略頑張ってくださいって。もう攻略済みよね。あはは、バレたか。実はこれ、2ヶ月前にもらったイラストなんだよ。2ヶ月前？うん、オープニングを変えたら紹介するタイミングがなかなか。ね。それはそうかもしれないけど。まあいい、ちょうど1回じゃん。たくさん紹介していこうぜ。おめでとうございます。PE ではありますが、こんなのを作ってみました。これからも頑張ってください。イラストありがとうございます。いやー細かい感じもうまくできてすごいです。そしてこのイラストをいただいたのも2ヶ月前なのね。現時点ですでに11万人登録者がいるぜ。嬉しいのやら悲しいのやら。ポコニャンさん、登録9万人おめでとうございます。昨日知ったので今日1日で作りましたので、あんまりうまくできてません。すみません。このクオリティで1日で作ったの？イラストありがとうございます。クラくんさんからは本当にいろんなイラストをいただいてるよ。前にマザー2のイラストを作ってくれたのもクラくんさんだよ。いやー、何度もイラストを作ってくれて本当に嬉しいわね。こんなポコニャンなんかのためにな。ちょっと一言多いんじゃないかな。何度もイラストをもらったという点で、もう一人紹介したい方がいるよ。マリサ、よろしく頼むね。おうよ。ポコニャンさんのマイクラの動画の絵を描いてみました。ポコニャンさんはあんまり似てないし、マリサも青すぎますが気にしたら負けです。少し長くなりましたが、毎日見てます。頑張ってください。この絵は素敵すぎるわよ。そうなんだよ。すごく気に入っちゃって、いつかこうやって紹介したかったんだけど、なかなかタイミングが難しくて2ヶ月以上も経って申し訳ない気持ちでいっぱいなんだけど、本当にすみませんっていうかありがとうございます。いいから落ち着け。はぁ？はぁ？いやぁ、こちらのニトフィーさんなんだけど、さらに他のイラストもいただいたよ。まずはこちら。ほら、いい感じに僕とそっくりになってるでしょ。絵はものすごくかっこよくて上手なんだけど、本人の顔のイケメン度がはるかに追いついてないという現実。うるさいな、もうほっといてくれよ。そしてもう一枚。いやだ、どう見てもええ。あ、これはゴーレムトラップを作ってた時の絵ね。これを家だと認識してしまう村人って、細かいことはいいんだよ。いやーそれにしても、こんなにたくさんいただいて嬉しいです。ありがとうございます。まだまだ紹介しきれてない絵もいっぱいあるぞ。うん、動画時間の関係で、次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナーって？ほら、前回霊夢が洞窟で滝登りしながら人参食べてる絵を募集したじゃん。あれはネタで言ったんじゃなかったの？あはは、実は僕もそのつもりだったんだけど、これがまたたくさんイラストをいただいてね。マジか。そう、だからこれからいただいた絵を紹介していこうと思うよ。まずはこちら。洞窟探検の滝登りでの人参を食べている姿を描いてみました。汚い絵ですが。イラストありがとうございます。いやー確かにこんな感じで食べてたわね。そうそう、私もこんな感じの表情でお前を見てたな。やれやれって表情じゃないの。
スケルトンに関しては、何してんだこいつって感じだもんね。必死に人参食べてるだけですけど。いやー可愛いよ、ありがとうございます。続きましてこちら。お疲れ様でした。今回のマインクラフトで、霊夢が滝の中で人参を食べてるところをイラストにしてほしいと言っていたので、描いてみました。下手くそですみません。イラストありがとうございます。いやーすごく可愛いわね、私って滝の中で人参食べてるけどな。ものすごくシュールだよね。実際にイラストで見るとそうだよな。ちょちょ、あの時はお腹も減ってたし、滝登りってただ登るだけなら人参食べてた方が効率いいと思ってたよ。お前も落ち着け。はぁ、あ、はぁ、あ、視聴者のみんな、人参は体にいいから食べようね。何言ってんだお前、か言いながら人参持ちながら司会進行しているマリサ。それは言っちゃダメだぜ。それでは次のイラスト。手書きなのですが、そのせいでクオリティが低くなっている。ポコニャンさんが薄い。あ、写真こんな感じでいいですか？イラストありがとうございます。って私から話で登ってる？そりゃお前ゆっくりだからだろ。いやまあそうなんだけどね。ってポコニャン、爆笑して見てるんじゃないわよ。おい霊夢、爆笑なんかしていないって。大爆笑だよ。ちょちょ、もっとひどいじゃないの。それでは次のイラスト。ポコニャンさん、霊夢が滝を登りながら人参食べているとこの絵を描いてみました。絵が下手なのは多めに見ていただけると幸いです。イラストありがとうございます。で、霊夢、お前を払いする時の棒持ちながらやってたのか？ふふ、魔除けとしてね。だがしかし大量のモンスターがいたぞ。ほらあれよ、フィーリングってやつよ。よくわからんな。次のイラスト。ポコニャンさん、マインクラフト42の滝登りのところを手書きで描いてみました。下手で本当にすみません。イラストありがとうございます。こちらのイラストもクラくんさんからだね。で、私こんな無農場で食べてただけ？そして何よあんたたちのその何か言いたげな顔は。あ、うん。なんだこの変なやつと思ってな。変なやつって何よ。霊夢の無農場がさらに変のレベルを上げてるよね。変のレベルって。でも、私は逆に面白かったぜ。僕もだよ。次のイラスト。申し訳ありません。他にも書いていらっしゃる方がいましたので、勝手ながら私も書かせていただきました。アナログで見にくいかもしれませんがどうぞ。イラストありがとうございます。ふふ、私ってまるで人魚みたいに美しいわね。確かにイラストは可愛いんだが、一つだけ霊夢に言いたいことがある。あ、それ僕も思ってた。お前、こっちみんな。ちょちょ、カメラ目線してて何が悪いのよ。次のイラスト。またかよ。夜分に失礼します。先日のマイクラの滝登り霊夢、書いてみました。ただ、なんか違うと腑に落ちず。ざっと簡単に書いたことと勢いがねえ、と結論。また後日、リベンジ絵を描かせていただきます。イラストありがとうございます。ってこのクオリティで納得してないの？そうだよね、霊夢はもちろん上手だし、特に水の描写がすごいと思うんだけど。これでも満足していないんだな。ポコニャンもそういう志があればいいのだが。ちょちょ、僕なの？そうね、あんたは特にそういうの意識した方がいいわね。わかったよ。それにしてもこれ、どうやって描いてるんだろ？何かソフトを使って描いてるんじゃないか？詳しいことは私もわからないが。ま、ポコニャンは何を使ったところで絵は描けないだろうけど。さっきから失礼だな。そんじゃ、次で最後のイラストだよ。人参を頬張りながら、ものすごい勢いで滝登りする霊夢。イラストありがとうございます。これもニトフィーさんからいただいたんだよ。なんだこの水の描写に相反する霊夢の表情は？あ、私こんな感じで登ってたわ。お前ある意味これホラーだぞ。なんでよ。それにしてもニトフィーさん、すごいクオリティで正直驚きました。これは私の可愛さと滝の勢いがすごいもんね。自分で言うなし。いやー本当にすごい絵を描いていただき、ありがとうございました。はい、というわけで今回はイラスト紹介のコーナーでした。気がついたらもう夜になってたんだな。いやー時が流れるのは早いね。ほんとよね。皆さん、改めましてたくさんのイラスト、ありがとうございました。まだまだ紹介しきれていない絵もたくさんありますが、またの機会にご紹介していこうと思います。ま、そりゃ2ヶ月前にもらった絵を紹介してたわけだからたくさんあるだろうな。それはもう言わなくていいって。というわけで、今回は以上でございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。そうそう、新たにイラストを送りたいという方は、ポコニャンのツイッターにイラストを送ってください。少し日は空くかもしれませんが、動画内で紹介させていただきます。また、前回の霊夢の滝登りみたく、またお題を出して募集するかもしれません。その時はまた随時紹介いたしますので、よろしくお願いします。皆さん、ポコニャジは久しぶりにポコニャンのターンね。ターンって、遊戯王か。それはいいとして、今回は家の地下を作っていこうと思うよ。家の地下って、前の家にもあったわよね。そう、その地下倉庫と繋げようと思うんだ。あ、それはいいわね。これでどこからでも行けるんだな。
でも、その前に屋根を直した方がいい気がしますが。屋根って、まさか。これのことかな。まだ直してなかったのかよ。いやなんかめんどくさくってさ。すぐ直せよ。あ、はい。よし、オッケー。オッケーとは言ったものの、まだこないだのままで完成はしてないんだろ。うん、まあやることがたくさんあるからさ。早くやりなさいよね。へいへい。ところで地下への入り口はどこに作るんだ。一応、キッチンから入れるようにしようと思うよ。今から行くね。てこれもそのまんまじゃねえか。なんか言えよ。あはは、次回直すことにするよ。さて、入り口は。よし、この辺りにしよう。おお、ここか。だが工事中に村人が入ってくるんじゃないか。確かにそうね、今は塞いでおいた方がいいかもしれないわね。そうか。確かにこの家が村の中心になったみたいだし、村人ってこういうスペースに入りたがる傾向があるもんね。こもりたいのね。ココニャンと一緒ってわけか。そうそう、僕と一緒って何言ってんだバカ。たく、暇があればお前ら僕の悪口言ってくるんだから。それはお前もだよココニャン。もういいじゃん、そんなことよりここからどうするの。そうだな、今掘ってる方角は近そうことは逆だから、ターンして反対に進もうと思うよ。そうか。だが、近そうことちょうどいい感じの場所に繋げるにはどうするんだ。ふっふっふっ、近そうこと今掘ってる座標を比較してみればいいんだよ。座標、どうやってみるんだ。 F3 を押せばいろんな情報が出てくるよ。まあこれもいつものメタ発言よね。気にしちゃ負けだよ。高さも意識しないと変なところと繋がっちゃうからね。ちょっと表示してみせてくれ。うん、いいよ。ほら、この数字が座標を表してるんだよ。ほほう。これで向こう側の座標も調べて、一致するように掘ればいいということか。そういうこと。へえ、ポコニャンでもそういう頭があったのね。ちゃんとあるわ。たく、どんどん掘っていくよ。そういえば向こう側の座標っていくつなのかわかってるのか。ふっふっふ。忘れた。忘れたんかい。ごめん。ちょっくら見てくるわ。結局準備不足になるというオチ。これぞまさしくポコニャンクオリティ。嬉しくないわ。さて、地下倉庫の座標をちゃんとメモしなくちゃね。少しくり抜いてみたら。どうしようか。てか、ここの司書さんたちはここにいてもらわないと困るんだよな。あれか、交易品が良かったからか。そうそう。じゃ、ここに繋げることにするよ。よし、とりあえずこんなもんでいっか。座標は、-30-55。と。真ん中の55は高さを表してるのよね。そうだよ。向こう側から掘るときの目安になるから、座標ってかなり重要だよね。うん、村の座標をメモしておけば道に迷ってもすぐ帰れるしね。かなり便利だな。ま、使いすぎるとつまんなくなるからこういうときしか使わないよ。よし、やっていこう。とりあえず高さが55の位置まで掘り進めよう。今立ってる場所が59ね。ということはあと4マス下がればいいのか。よくできました。バカにすんじゃねえよ。だいぶ暗いな。そうね、モンスターの湧き潰しをしながら作業しないといけないわね。うん、まあ後で全面木材に張り替えるけどね。そんなに木材あるのか。多分前にゴーレムトラップの後編で集めてた時の出足りると思うよ。そして高さが55の位置まで来たね。あとは X 軸が30のところまで掘ろう。よし、ここだね。あとはこのまままっすぐ前に掘り進めればさっきの地下倉庫と繋がるってわけだな。せやね。よし、そんじゃ、掘り進めてみよう。ドキドキだな。果たしてちゃんと繋がるのかしら。多分大丈夫だとは思うけど。さあ、そろそろだぞ。あれ、あの土ブロックは。おお、すごい、ちゃんと繋がった。まさかポコニャンがちゃんとできるなんて。ほらまたそういうこと言う。あはは。でも、開通してよかったじゃねえか。そうだね。でも、とりあえずここの司書さんたちにはこの部屋にいてほしいからね。一応まだ塞いでおくよ。まだ拉致監禁が続くのね。だから言い方が悪いって。で、この後はどうするんだ。
まずは階段をつけよう。そしたら周りもすべて木材にして完成だね。今回は結構簡単にできそうね。簡単と言っても全面張り替えは結構手間がかかるよ。あとは木材を設置して完成だね。作業も結構やること多くて大変だな。ま、こういう大変な作業あっての建築だからな。頑張ったら出来上がった時の喜びも大きいしね。それもそうだね。よし、もうちょっと頑張ろう。それにしても、ここからも行き来できるようになったらかなり楽になるな。うん、地下倉庫はかなり行き来するからね。商品がたくさんあるもんね。よし、張り替え作業もまた倍速かけるよ。へいへい。完成したぞー。お？いやーもう木材もほぼなくなっちゃったよ。また集めに行かなくちゃな。そんじゃ、どんな感じになったか見せてよ。オッケー。と言っても、ただ木材を張り替えただけなんだけどね。いいじゃん、倉庫に行くための通路なんだからな。それもそうね。でも、これで前の家からわざわざ地下に行かなくてもよくなったね。それはでかいな。でも、この土ブロックはどうするのよ？そうだな。とりあえず地下の司書さんたちを移動させてからかな。またこりゃ大変だな。一応塞いでおいて、と。よし、オッケーだね。一応こんな感じになってるよ。おお、前の家の地下への道もこんな感じだったよな。うん、統一した方がいいかなって。シンプルだけど私はこういう感じいいと思うわよ。ありがとう。なあ、どうせここは私たちしか通らないんだし、鉄の扉にすればいいんじゃないか？あ、なるほど。それもいいかもしれないね。もし司書さんたちを移動させるならいらないかもだけど、今はあった方がいいわね。そうだね。あとはそのうちこの辺りとかに新しく部屋を作ったりしても面白そうだね。またやりたいことが増えて建築が進まなくなるわ、こりゃ。いやいや大丈夫だから。まあいい、今回の動画を締めようぜ。というわけで今回は以上でございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回は鉄の扉をつけて、あとは屋根部分を完成させるよ。ようやくだな。かなり時間がかかったわね。まあ、ゆっくりやっていくよ。今日も動画を見てくれてありがとう。ボコクラ総集編はどうだったかな？めちゃくちゃ懐かしかったわね。昔も今も私の可愛さは変わってないぜ。いや私の可愛さの方が変わってないわよ。そんなこと聞いてないんだけど。とりあえずグッドボタンとチャンネル登録よろしくね。Twitter と公式 LINE もフォローしてくれよな。ふんやれやれ。